はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツの2軍の投手、まあ主に、中継ぎというところで好成績を収めているピッチャーたちをちょっと紹介したいというのと同時にですね、まあそのピッチャーたちがまあ1軍に上がってきて、まあ果たして活躍できるのかというところも、まあ僕なりのまあ主観的な目線ですけども、そういったところをね、今日お話していきたいと思います。まあ、まずはじめになんですけど、打者編もやろうかなと思ったんです。二軍で、調子のいい打者がいて、今、ジャイアンツというのはなかなか打てないというふうに、言われてて、まあ、ピッチャーというよりも、どっちかっていうと、打者がね、出てきた方が僕はいいと思って、打者も二軍のね、ところを調べてたんですけども、まあ、はっきり言って、まあ、二軍の今いる打者が、まあ、一軍に上がってきて、一軍を助けてくれるような選手っていうのは、僕はいないなというふうに感じたんで、投手というところで今日ね、やらせていただきます。はい。で、まあ、7人ぐらいいるんです。まあ、今ここ、書いてるんですけども、7人ぐらいで今、7人かな。すごくいい成績を出してる選手がいて、まあ、一人ずつ見ていきたいというふうに思ってます。まず一人目はですね、京本投手ですね、99番、この間支配下に上がりましたけども、まあ2軍の成績で言うと13試合、防御率 0.00、まだ点取られてないですよね。で、1勝0敗、2セーブ、ウィップに関しては 1.23 という形になっております。ちょっと厳しい言い方するかもしれないですけども、まあ京本選手、まあ2軍で、まあ、抑えるっていうのは、まあ、正直、当たり前というか、当たり前ですよね、正直言うとね。まあ、試合外に上がってっていうところもありましたし、まあ、それだけの力を持ってるっていうのはね、皆さん分かってると思うので、2軍で抑えるのは正直当たり前だと思ってます。その中で、まあ、この間1軍でね、登板してました。で、僕が、京本投手に思ったことはですね、やはり、決め球がないと。うん、決め球がない。空振り取って、三振を取れるようなボールがないというふうに正直、感じました。まあ、この間ね、4試合投げてまして、1軍でね、3.60、0勝0敗、ウィップ 1.20 という形になってて、まあ、初めての1軍にしては僕は悪くないんじゃないかなっていうふうに思ったんだけど、まあ、コントロールとかもね、めちゃくちゃ、悪いかって言われると悪くはないし、で、ストレートも速いし、まあ、カーブとか、まあ、変化球とかも、まあ一応何個かあるんだけど、でも結果的に2ストライク追い込んでから、僕が見てて非常に思ったのはね、2ストライク追い込んでから、空振り取るボールがねえなっていうところ。うん。だから結局バットに当てられるし、ショートスイングというかね、こう、ミート打撃に切り替えられて、結果ヒット打たれたりとかするんでね、2ストライク追い込んでるのにもったいないっていうふうに思うかもしれないけど、結局その、空振り取るボールがないから、当てられるし、ヒットにされるっていうのがあるんで、そこをね、京本投手は間違いなく磨いていかないといけない。まあ、球も速いんだけど、まあ、それがまっすぐの質を上げていくのか、それか変化球をね、勉強するのか、配球を勉強するのか、そこはちょっと、まあ、京本選手次第ですけども、まず空振りを取れないと、特に、まあ、中継ぎというところでね、今、上がってきたわけですから、うん、なかなか厳しいなっていう感じは正直ね、一軍では、現段階では正直そういう風な感じで僕印象を持ってます。はい、二人目ですけども、戸田選手ね、戸田投手、020になります。背番号ね。で、今現状2軍で14試合投げてまして、0.52、1勝0敗、で、1セーブ、ウィップが 0.87 というところで、素晴らしいピッチングできてますと、2軍でね。で、戸田投手ってもともと育成で入ってきて、支配下に上がって、で、また育成に落ちてっていうね、まあ、こういう、繰り返しをしてるわけですけども、やはり、もうはっきり言うけど、その、やっぱこういう、支配下になって育成になってとか、こういうのやってる選手って、やはり印象悪いんですよ。印象悪いっていうのはどういうことかっていうと、2軍では抑えれるけど、1軍に上がってきたら打たれるよねっていう印象は、やはり、どうしても、みんなの頭についてしまうんですよ。うん。
それは仕方のないことだと思います。やはりこうやってね、よくて上がって悪くなってまた下がってっていうのがあるんで、まあ、そこは仕方ないところだと思うんですけども、やはりね、でも、桑田監督のコメントなんか見てても、戸田が非常にいいと。めちゃくちゃこう継続して抑えてくれてるというね、記事もありましたし、そういった意味で、まあ、戸田投手っていうのも、今後ね、まあ、チャンスではあるのかなと。いうふうに思います。でも現状ね、まあ一軍の、まあ右ピッチャーというところを見ていくと、まあ非常に安定したピッチャーが結構多かったりするんで、そこに、まあ入り込んでいけるのか、それともその投手よりも、立場が上というかね、それ以上の実力を出せるのかっていうところは、ちょっとね、まだわからないところがあるので、まあ試合外になるのかなっていうのも、ちょっと微妙なラインじゃないかなっていうふうに、こんだけ成績残してても難しいっていうのが現状のジャイアンツの状態じゃないかなというふうに思ってます。で、3人目はですね、伊藤投手ね、はい、056の育成選手になります。はい、もともとまあ試合外で入ってきて、右肘の手術をして、育成に下がってというところの選手で、僕の1個下になるのかな、社会人卒で入ってきてるんで、岸田選手とかとね、一緒の年だと思います。カズマとかとね。はい。で、今現状2軍で言うと14試合投げてまして、0.60。2勝0敗。お、すごいね。で、1セーブ。で、ウィップが 1.00 という形になってます。はい。この投手、まあ僕あんまり正直、めちゃくちゃ詳しいピッチャーではないんですけども、まあ動画なんかを見させてもらったところ、まあ非常にね、まとまった投げ方というか、オーソドックスな投げ方をされるなっていう感じはしてますと。で、球も、まあ、150ぐらいかなっていうところで、正直言います。あんまり特徴がわからないというか、何がいいんだろうっていう、全体的にいいんだろうけど、どれが突出してるんだろうっていうのが、ちょっとあまりつかめてないところは正直ありますと。で、まあ、この投手もまあね、試合外から育成に落ちたっていうところがあるんで、まあ、よかったら育成から試合外にまた上がったりするかもしれないんですけども、まあ先ほど言いまして、戸田選手の時も言いましたけども、やはりピッチャーが今飽和してるというか、結構右ピッチャーに関してはね、非常に良かったりするので、そういったところで伊藤投手が、これ4年目だと思うんですけども、存在感を表していけるのかっていうところ。で、まあこの伊藤投手、まあ厳しいこと言うけど、この、今年ぐらいに、まあ1試合かぐらいに上がっとかないと、まあ今季ね、オフにクビになる可能性っていうのも、十分考えられるかなっていうふうに思うので、まあそのね、年にしっかり成績を残せてるっていうのは非常にいいことだと思うので、あとはね、まあ上の判断になるかなというふうに思います。で、4人目ですね、菊池投手ね。はい、この投手はね、去年、非常に活躍してくれました。めちゃくちゃありがたかったピッチャーです。はい、まあ、今ね、現状、1軍では登板ないんですよね。オープン戦とか投げてたんですけど、で、今2軍で10試合で、防御率 0.93、2勝1敗。で、ウィップ 1.24 というところ。まあ、さすがの成績だと思いますと。で、じゃあなんで菊池下がったのっていうところなんですけど、3月10日かな、なんか、それぐらいの時に、阪神戦あったんですよ。阪神戦、オープン戦ね。オープン戦で、ちょっと良くなかったんですよね。デッドボール当てたりとか、そのランナー返してきたりとか、そういう、阿部監督が非常にこう、ど真ん中投げろとか、よく言ってた時に、そういうピッチングしたんで、2軍に落とされたっていうのがあったんですよ。で、やはり、まあ、力あるピッチャーですから、まあ、2軍で、まあ、結果を出すのは、まあ、当然というか、まあ、必然の結果じゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、菊池投手がもし一軍に上がってきて、まあ、入れ替えするとするなら、まあ、何人かいて、まあ、現状ね、まあ、可能性のババ投手とか、平内投手とかっていうのは、まあ、今上がったばっかりですけども、まあ、調子が悪くなったりとかしたらすぐ入れ替わる、可能性は高いのかなっていうふうに思います。で、ババ投手とかも、まあ、まだ防御率 0.00 とか、平内投手も 1.69 というところで、まあ、良かったりするんですが、まあ、この手のピッチャーというか、わからないっていうのが正直あるんです。やはり、平内投手とかも、良くなったり悪くなったりとか、結構激しいタイプだし、まあ、ババ投手も、まあ、阪神の時もね、まあ、狙いすぎて、フォアボール出して、ドカンっていかれるみたいなとこがあったりしたんで、そういったところで、まあ今現状はね、上げてきたばっかりだから、防御率も低く収まってるんだけど、っていうところで、まあどうなるかわからないんで、まあこの二人あたりが、ちょっとね、調子が悪くなったりすると、まあ菊池投手もね、すぐ上がってくる可能性、まあ交流戦前っていうのもありますし、
そういったところをね、入れ替えたいっていう気持ちもあると思うので、そこはね、非常に上がってくる可能性っていうのもあるんじゃないかなっていうふうに僕思ってます。で、5人目ですね、ルシアーノ投手ね、035の育成のピッチャーですね。はい、ルシアーノ投手、まあ、去年の秋かな、キャンプもね、なんか良かったみたいな、記事もありましたし、まあ非常に、まあ期待度の高い育成選手ではあるかなというふうに思ってます。で、今現状、2軍でですね、10試合投げてまして、防御率が 1.80、1勝0敗。で、ウィップに関しては 0.90 というふうな形になってます。まあ、この手の外国人ピッチャーのところで、まあ気にするところって、まあ、フォアボールだと思うんです。で、今10試合で10イニング投げてるんですよ。10イニングで4個フォアボール出してるんですよ。まあ、これがめちゃくちゃ多いわけではないけど、まあ、めちゃくちゃ少ないわけでもないという、まあ、普通ぐらいの数かなっていうふうに思います。で、まあ、ルシアーノ投手も、まあ、育成選手というところで、まあ、球も強かったりするんだけど、まあ、なかなかこう、今、ルシアーノと入れ替えてっていう、まあ、ルシアーノを今すぐ支配下に上げて、で、今すぐその、一軍のピッチャー、中継ぎのピッチャーと入れ替えるっていうところまでは、ピッチャーの状態悪くないと思うので、ルシアーノ投手もすごくいい成績を出してるんだけど、試合が上がるかっていうのも微妙かなっていうところは正直あります。はい。まあ難しいですよね。まあ層が厚いんでね、今年に関しては。まあ去年の状態とかだったら多分、すぐ上がってたと思うんです。これぐらい。まあ外国人で投げてたら。うん。だけど今年に関しては、うん。結局、層も大きいし、厚いし、結局、この間の立岡さんとかもあったけど、一軍で使いたいから上げるから、試合かっていうのはね。だから、なんか成績残してるから上げるっていうのもまああるんだけど、結果的にその一軍の戦力になるから上げるっていうところが前提としてあるわけなんで、まあ今現状ね、このピッチャー陣見てると、まあルシアーノと入れ替えてっていうところまでは行ってないのかなっていうふうなところはね、正直してます。で、6人目、このピッチャーにすごく期待してますと僕はね。はい、畑投手ね。はい。去年ね、クリーニング手術しまして、で、去年は、一軍登板なかったんかなっていうところで、すごく、減俸もしましたし、っていうところ。で、復活にかけてるという年になります。で、二軍で今、現状13試合で 1.88、0勝0敗、防御率が0、あ、じゃあ、ウィップが 0.91 というふうになってます。素晴らしい成績だと思います。特に、まあ、4月5月っていうところで、もうほぼ点取られてないと。この0、この前だ、この間はね、まだ 0.00 なんかな、4月5月。わからないけど。でもそれぐらいのレベルなんですよね。抑えてるっていうところ。で、この間もグリフィンが足ぐねって、途中から畑さんが出てきて抑えたりとかありましたし、まあこの人はね、まあその、すごいです、正直言うと。まあ安倍監督もすごく評価してる、投手の一人だし、現状ね、まあ、大勢投手がいなかったりとか、中川投手がいなかったりとかしますけども、このね、畑投手が、まあ、勝ちパターンとまでは言わないかもしれないけど、まあ、あわよくば勝ちパターンに入ってくるぐらいの力は僕はあるかなっていうふうには正直思ってるんです。だから、先ほど言った馬場投手とか平内投手、まあ、ケラーとかも、ちょっと、なんか、良かったり良くなかったりみたいな、ちょっと危なっかしいところもあるので、まあ、その、悪くなったら一気に変えるみたいなところもあるかなっていうふうに思うので、この畑投手っていうね、ところが非常に状態がいいのが、もう2軍でもね、1軍にも伝わってると思うので、そこはね、誰かこう、1軍のピッチャーの中で悪くなったらすぐ畑と変えるみたいな、ようなね、体制は取ってるんじゃないかなっていうのところはね、僕予想しております。で、最後ですね、7人目、今村投手ね。はい、2軍で13試合 1.59、ウィップ 0.94。すごいね。で、1軍でも2試合投げてて、防御率 0.00、で、0勝0敗、ウィップ 0.00。2回投げて3奪三振というところで素晴らしいピッチングしてますと。2軍でも1軍でも今年に関しては素晴らしいピッチングしてると。なぜ、上がれないのか。で、上がってもすぐ落ちたのかっていうのが謎だと。で、この成績で下げられたので、今村投手トレードに出るんちゃうかっていう説もあったりとかしましたけども、実際今のところまだトレードしてませんと。で、まあ、すごく難しいところだと思います。まあ、先ほどね、から層が厚いっていうお話はしてますけども、まあ、現状左ピッチャーって、まあ、一軍のベンチ入ってんの、バルドナード、高梨、大江、井上なんですけども、バルドナード、
高梨、大江あたりはね、もうすごく安定感があるというところで、ハルトがね、ちょっとね、こうグズグズしてるっていうのがあるので、まあハルトの場合はロングリリーフのところで、入ってたりするんで、まあちょっとどうなのかなっていうところはあるんですけども、まあやはりちょっと厳しい言い方するかもしれないけど、まあこんだけいいピッチングで、一軍でもしてて、すぐ下げられた。っていうところがあるんで、少しやはり、その、まあ、見切られてるじゃないけど、その、まあ、若手にチャンスをあげたりとか、ちょっとね、その、役回りとして、その、なんていうの、優先度が落ちてきてるのかなっていうところはね、正直あるのかなって思います。はい。でもね、腐らずに、こうやって1軍でも2軍でもいいピッチングを続けてるっていう、この今村投手の結果もそうですし、まあ、おそらく取り組みもいいから、こんだけ、出てると思うので、結果がね。そういったところは、素晴らしいところだと思うし、まあここはね、優先度が落ちたっていうお話し今しましたけども、やはり、今現状ね、なんか次は調子いいからこういう風なね、扱いを受けてるわけであって、それがね、夏場とか苦しい時になって、未だにというか、この状況がずっと続くかって言ったら、僕は、それは難しいんじゃないかなっていう風には思ってるんで、そういったところで、まあ今村投手であったりとか、ね、畑投手もそうだし、救ってほしいっていうところはあるので、ぜひね、この7投手をね、皆さんね、一軍で投げてるところをぜひね、注目して見てもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。